だからです。はい。で、今日は普通に家にいるんですけど、今からやりたいことは結構今大体もう10時半ぐらいなんですけど、12時なんですね。で、今日やりたいことは今からローソンに行って、高カロリーそうじゃなくて高カロリーな商品をたくさん買って、たくさん食べていきたいと思います。っていうことで、5つぐらい買おうかなって思ってるんですけど、はい。で、こういうのやってみたくて、なんでやってみたかったかっていうと、最近麺しか食ってなくて、一回麺大量に大食いすると、その後もうお腹いっぱいで何も食べれないみたいな感じがすごい続いてて、それやってると麺みたいな、もう麺になっちゃうのかなっていう感じで、すごい麺しか食べてなかったので、お弁当とかそういう系のものを買っていきたいと思います。やばい、楽しみになってきて。それは米とか食べてないので、今日はそのお弁当とかをたくさん買って、高カロリーのものをすごい探してたくさん買って、はい、食べていきたいと思います。ということで、とりあえず今からコンビニ行って、はい、買っていきたいと思います。ということで、今ローソンにいて買ってきたので、やばい、本当に時間かかったんですけど、15分ぐらいなんですけど、っていうことで、すげえ買った。5つぐらい買ったんですけど、こんな感じで。麺が高くて、お弁当、デザート、で、あと、カラオケみたいな感じで、とりあえず何を迷ったのか知らないですけど、僕温めますかって言われて、温めなくていいですって言っちゃったので、ちょっと今から温めたいと思います。はい。今から温めていくんですけど、お弁当を。何気にね、この家にある電子レンジ初めて使うっていうことで、ちょっと、ピーっていった初めて使いますっていうことで、初めて使っていきたいと思います。それプラス僕ラーメン食べないって言ってたくせに、もうちょっとカップラーメン買ってきちゃったので、今からちょっとこうやって、はい、お湯沸かしてますねっていうことで、電気ポットみたいなやつ持ってないので、お鍋でやっていきたいと思います。はい、こんな感じっていうことで、ということで、はい、買ってきたので、まず自分何買ってきたのかっていうのを紹介していきたいと思うんですけど、この唐揚げくんと、あとはエルチク旨辛チーズカルビドリアみたいな、はい、はい、これは外せないですねということで、で、次にもち食感ロール、お餅なんですけど、これで、次にこのタルタルチキン南蛮弁当ってことで、タルタルみたいな、最後に麺ですね。油そば絶対美味しいでしょ。こういうの韓国のラーメンばっか食べてたので、ちょっとこれ食べたいなと思って買いましたね。はい、これが一番しょぼいので、これから紹介するんですけど、確かね、230って書いてあった。230か240って書いてあったんで、この黒ごまマーラーみたいな感じで美味しいですね、多分。いただきます。うん、美味しい。やば、めっちゃ美味しい。うん、めちゃめちゃ美味しい。エルチキのチーズドリアみたいな、めっちゃ美味しそうですね、これ。めちゃめちゃ美味しそう。こんなん売ってるって知らなかったので、これすごくないですか？めっちゃ美味しそうじゃない？めちゃめちゃ美味しそうっていうことで、食べていきたいと思うんですけど、やばい。こんな感じで。カロリーだけちょっと紹介する。こんなちっちゃいのに、580キロカロリーですね。580キロカロリー。こんな、ドリアもたくさんあったんですけど、これが一番高かったので、これ580っていうことで。めっちゃ美味しい。やば、めちゃめちゃ美味しい。マジで甘くてチーズみたいな。はい、じゃあ次行こう。とりあえずで、このカップラーメンみたいな油そばなんですけど、これが771キロカロリー。771キロカロリー、やばくない？これだよ、これ。渦巻きナルトが入ってる。まず液体ソース、めっちゃ油の匂いする、これ。やばい、めっちゃ美味しそうで、ふりかけ油なのかなみたいな、油食べてるのかなみたいな感じで、すごい油の匂いしてるんですけど、心配ですね、ちょっとこれは。体に悪い、絶対。体にいいやつなんて一つもないんですけど、はい。めっちゃ美味しそう。匂いがやばい。こんな感じで混ざってきたんで、ちょっとこれ食べてみたいと思います。こんな感じで。吸うんだよね、これ。めっちゃ美味しそう。これやばい。匂いがね、油みたいな。味が濃い。やばい。なんだこれ、めちゃめちゃ美味しい。マヨネーズ焼きそばみたいな感じですごいあるんですけど、油みたいな。はい。で、次にこのタルタル弁当。これやばいから、このカロリー。見てこれ。タレだけにということで、このカロリーが992キロカロリーということで、あと8キロカロリーちょっとどっか行っちゃったんですけど、ランニング中かなっていうことで、これ食べていきたいと思います。戦車みたいな見たいにしてるんですけど、戦車みたいな感じで、戦車ですね。はい。カロリーも戦車みたいな。うん。これ鶏肉だと思うんですけど、なんでこんな鶏肉脂っこくできるんだっていうぐらい脂っこいですね、これ。やばい。どんだけ高レベルかっていうと、はい、四天王みたいな感じ。めちゃめちゃ高レベル。こんな感じ。やばくないこれ。プルプルプルってやつ。最後にこれもやばい。613キロカロリーということで、ちょっとこれも一回食べてみる。めっちゃ美味しそう。お餅みたいな。ふわふわしてる、すごい。どんだけふわふわしてるかっていうと、なんか、新学期みたいな。新学期ぐらいふわふわしてますね、これ。うん、やばい、お餅みたい。おいしい。めちゃめちゃ美味しい。めちゃめちゃ甘くて、今から全部食べていきたいと思います。はい。これ食べあったもん。うん、これチーズタッカルビ。これやばい、これやべえ。めちゃめちゃ美味しい、これ。すごいんですけど、この、いかにも体悪いだろうな、いかにも体に悪いだろうなっていう味するんですけど、しかもマヨネーズもかけてるんで、油プラス油みたいな。の割に全然滑らない。これ食べちゃう。めちゃめちゃ美味しい。これめちゃめちゃ美味しい。やばい。このラーメンやばい。渦巻きナルトっていう。あとこんだけ、あとこんだけ。やばい、めちゃめちゃ美味しい、このラーメン。っていうか、ラーメンかわかんないんですけど、なんか、そばみたいな。いや、めっちゃ美味しい。まずこれ食べ終わりましたね。食べ終わりましたね、最初に。次は、この、お弁当めっちゃ美味しいんですけど、脂っこい。本当に。全部脂っこい。だから高カロリーだと思うんですけど、脂質が高いと思うんですけど、やべえ。俺失敗したかも。このラーメンとご飯食べればよかった。ちょっと待って。こんな感じ。こうやって中に入れたら絶対美味しいと思うんですけど、ちょっとだけソース残ってる。ちょっと入れて、こんな感じで。めっちゃ美味しい。めちゃめちゃ美味しい。申し訳程度のなんかスパゲティみたいな。どんだけ申し訳ないかっていうと、唐揚げの横についてるパセリみたいな感じで、そんな役割だと思うんですけど、これ美味しい。なんかこれね、チーズの下にまたチーズソースみたいな風にかかってて、やばいね、これも。なんかチーズタッカルビではない、うん。腹いっぱい、やばい、腹いっぱいになってきた、これ。次これ。でも久しぶりにご飯食べれてすごい美味しいです。美味しい。ご飯美味しい。めっちゃくどくなってきた。やばい。高カロリーだけにめっちゃくどいっていうことで、高カロリーっていう感じですね。腹いっぱいというよりくどい。やばい。残りあとちょっとですね、このチーズドリアみたいな。食べあったこれ。で、このお弁当。これどんな味かというと、甘くて脂っこくて美味しいですね。美味しい。ちょっと待って、いいこと考えた。この油につけて、やばいんですけど、この油につけて、でここに入れるっていう、こんな感じ。ね、お酢みたいな、感じで、お酢美味しくない。やばい。これも食べ終わった。やばくない？めちゃめちゃ腹がいっぱい。もう。で、あとこれなんですけど、やばいな、これ。めっちゃ腹いっぱい。ま、ほんとに。やばい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 。だってもう無理。もう無理ですね。もう、やばい、吐いちゃう。もうこれ以上脂っこいもん食ったら吐いちゃうので、やばいですね。これもう食べれない。甘いのだったとしても食べれないっていうことで、これは別腹じゃないですね。はい。甘いものは別腹ってよく言うと思うんですけど、同じ腹みたいな。同腹みたいな感じで同じ腹っすね。はい。なんか、ちょっと休憩、やばい。っていうことで、はい。さっきのローソンのやつ全部食べ終わってないんですけど、はい。さすがに偽造してるんですけど、っていうことで、はい。これ。臨時の取扱説明書ですね、これは。はい。高カロリーのやつめっちゃ食べたんですけど、久しぶりになんか、そういう脂っこいものたくさん食べて、もう胃もたれみたいな状態になってるんですけど、まだ22歳なんですけど、僕、気持ち悪くて胃もたれみたいになってるんですけど、もうやばいっすよっていうことで、ローソンとかほぼあんま行ってないんですけど、めっちゃ美味しそうなもんたくさん売ってたので、なんか高カロリーじゃなかったとしても、高カロリーのもんたくさん売ってたし、めっちゃ美味しいですね、やっぱりあそこって。まあ全然行ったことないんでよくわからないんですけど、っていうことで、何が一番美味しかったかっていうと、いや、わかんない。まあ全部美味しかった。全部美味しかったっていうことで、全部美味しい。ドリアとお弁当が2つが美味しかったですね。僕は。ロールケーキが一番美味しかったんですけど、はい。よかったらインスタグラムとツイッターフォローしてくれたらすごい嬉しいです。ということで、もうなんもないので終わりたいと思います。